初代ギルウェルのベーデン・パウエル、男爵ロバート・スティーブンソン・スミス・ベーデン・パウエルは、イギリスの軍人、作家で、スカウト運動の創立者。ベーデン・パウエル教と呼ばれることも多く、また BP の愛称でも知られる。ロバートの名は、蒸気機関車の発明者、ジョージ・スティーブンソンの一人息子の鉄道技師、ロバート・スティーブンソンが名付け親である。父、ベーデン・パウエルは、オックスフォード大学教授。 牧師であった。リベラルな神学者でもあり、当時の保守的な英国国教会と戦っていた。彼の主張は、科学的進歩は、キリスト教の教義に反するものではなく合致するもので、ある、というもので、チャールズ・ダーウィンは、次女、主の起源第三版の女で、パウエル氏の学説を高く評価している。母は、ヘンリエッタ・グレース・スミス。海軍の名家であるスミス家の出身であった。 ロバートは10人兄弟の8番目だった。妹はアグネス・ベーデン・パウエル。妻はオレブ・ベーデン・パウエル。オレブとの間に一男次女、ヘザー・グレース、ベティセント・クレアーを授かる。軍人として、最初期から、それまでの懐中時計に変えて、積極的に腕時計を利用した人物でもあり、次女、マ、ま、タベレの戦いには、リストウォッチに対する言及があり。 これはこの言葉の要例としては最古のもの。また1895年7月に撮影されたとおぼしき彼の写真にはレザーキャップ型の腕時計をした姿が残っており、これは写真に残った男性用腕時計の記録としては最古のものと思われる。アフガニスタンにおいて手端信号を初めて陸上で使用した軍人でもある。ボーイースカウトでは 創始者である彼への敬意を表すため、彼の誕生日である2月22日に近い活動日に BP 祭という談集会をする慣例がある。絵画や彫刻にもたけ、自筆の水彩画やペン画のイラストは、実著の写真として、数多く用いられた。ベーデン・パウエル自身が、実著、ザスクアウトマスターズ、ガイドフロム、a 2 z に、と書いている。動画、 スカウト運動創始者の銅像を守れ、撤去発表で、住民ら集まる。アフップ部ニュース、2020年7月28日、閲覧。長瀬ゆ一著、腕時計の誕生女と戦士たちのサイボーグファッション誌、高際道ライブラリー、2001、長瀬ゆ一著、失踪のメトロポリス速度の都市、メディアの都市イナックス総書、1993、ウィリアムヒルコート著。 ネギシシンタロウ監修、安西ただちか監役、米伝パウエル英雄の二つの生涯三兆出版。ウィリアムヒルコート著、ネギシシンタロウ監修、安西ただちか監役、米伝パウエル英雄の二つの生涯三兆出版。ありがとうございます。